にちは、萌えです。今回はこちらの丸いキャンバスにグリッドを描いていきたいと思います。私がいつも描いているやり方をね、見せたいと思います。で、このキャンバスはササビ洋画材料店さんで買いました。後ろがこんな感じになっていて、木じゃないんですよね。ここがコルクみたいな感じの、素材で、丸いこういうね枠があって、それに貼ってあるやつです。で、丸いのでね、ここがこういう風に側面がぐじゅっとなるのはまあしょうがないんですよね。これに書いていきます。で、ちなみにこの大きさはですね、直径40センチのものを私は購入しています。30センチ、20センチとかもっと大きいのとかもね売ってます。で、これで多分1000円しないぐらいだったかなと思うんですけど、気になる方は見てみてください。普通にアマゾンとかよりもササビ洋画材料店さんとか、そういう画材屋さんとかの方が種類が豊富だと思います。はい。で、私がいつもやるのがですね、この丸って難しいんですよ。で、ポイントというか、こうやったら早いよっていうのを今回はお見せしたいなと思うんですけど、必要になるのがこの定規ですね。これはまあ定規はどういう定規でもいいです。ここの長さが足りるものを用意してください。で、この定規はね、もうアメリカから使ってたやつなので、私のやつはこっちがインチ表記で、こっちがセンチ表記になってます。1インチとこっちが1センチのやつですね。まあ、私なんだっけ、キャンバスも1インチ表記のキャンバスを使うこともあるので、もうこういう、どっちもついてるのが私はよくて、これを使ってます。あんまりね、インチ表記のないですよね、日本に。はい。で、あとはこれはね、日本のホームセンターで買いました。この直角になったやつ、これは、壁画で使うこともよくあるんですけど、この直角を測りたい時にいいやつね、これを使います。で、どうやるのかというと、本当はというか楽、一番多分私が想像してて楽だと思うのは、もしこの丸いキャンバスを毎回毎回使うようであれば、毎回使うし毎回グリッド引くとかいうのであれば、もうグリッドを引いた紙、なんかこうシートみたいなのを用意しておいて、それをペタッと貼り付けて、例えばそれにステンシルみたいな感じ、ステンシルじゃないな、なんだろう、こう上にその線に沿ってこうやって上からこう跡をつけていけば描けるみたいなやつとかが一番楽だと思います。ただ私この大きさの、こんな大きい紙も持っていないので、いつも普通に描いてるし、この毎回この丸いキャンバスを使うわけじゃないので、描くときにもう測ってね描いてるんですけど、一番楽なのはそういうのにプリントしたやつ、もしかしたら売ってるかもしれないけどね、そういうのにプリント例えばして、それを、なんかこう写せるシートみたいな、なんか郵便送るときとかにこう書いたら下に写るやつあるじゃないですか、ああいうのを敷いてこうペタッと貼って、それからなぞるっていうのが一番早いと思う。あとはなぞるのが嫌だなっていう人は、そこにね、それをシートとかをこうはみ出すように置くんですよ。で、そしたらこのはみ出した部分、ここをこう縦とか横を揃えてこういう風に書いていけば、なんていうのかな、普通にあんまりこう何センチ何センチって測らなくても、ここの端っこと端っこをその下に敷いてるやつに合わせるだけで書けるかなと思います。ただそれだとね、この段差があるからちょっとね、違いが出てくるかも、誤差が出てくるかもなと思います。一番いいのは写すっていう方法ね、がいいと思います。で、私はどうしているのかというとですね、普通に測ってやってます。というのも、毎回毎回グリッド書いてるんですが、サイズと書くものによって私はこのグリッドの幅を変えるんですよ。なので、例えば毎回5センチとか毎回3センチっていうのであれば、大きいやつにね、もう一回ザーッとプリントしてしまって写せるようにっていうのが一番楽だなとは思うんですけど、毎回ね、書くものによって本当違ってくるのでね、それはやっておりません。で、私がこれどうやるのかというと、丸いやつってね、どこが中心なのか難しいじゃないですか。端っこからどこが端、一番大きいところみたいなのが、まあ、書かれていないし、感覚でしかわからないし、まあ、測ってねわかるんですけど、それもなんか微妙に
例えば四角だったらね、こっからここまで何センチ、こっからここまでって決まってるから測りやすいんだけど、なかなか測りづらいです。そういう時どうするのかっていうと、私はもう本当これ感覚なんですよね。ただこれグリッドを敷いてしまえば、ある程度もうそれなんていうのかな、それで完成じゃなくて、その上から絵を描くので後で調整ができるので、 100% グリッド合ってるっていうわけじゃないと思うんですけど、大体のグリッドを引くときにどうしてるのかというと、私はですね、これ40センチなんですよ、直径。ただ40センチって言っても、あの他のキャンバスもそうなんですけど、ぴったり1ミリも狂わず40センチみたいなことってほぼないんですよね。大体1ミリぐらいずれてるって感じなので、私はここで例えばここね、ちょめちゃくちゃアナログなんですけど、だいたいこの辺真ん中かなみたいなとこあるじゃないですか、半分の真ん中かなみたいな、そこで一旦ここね、ゼロに合わせて持ちます。でその時にこの人差し指をここにくっつける、で挟む、こういう感じ。今手とこれはくっついてます。で動かないようにしてます。そしたらこっちもある程度真ん中かなっていうところで持つんですけど、その時に40センチのところを探します。例えばこの辺になると、今ここが40センチなんですけど、全然違いますよね、全然真ん中じゃないから。なのでこれの40センチのところを見つけていく、こういう風になんかコンパスみたいな感じにしてこうやって見つけていきます。でその時にここがグラグラ、こっち側がね、グラグラ動かないように固定して、こうやって探していきます。そうすると、なんとなく一番広いところ、40に近いところっていうのが出てくるんですよ。例えば、ここだと 49.7 ぐらいなんだけど、ちょっと上にすると、この辺がもうギリギリ40に近いかなっていうところ。ただ、こうやった時に、こっち、動かしてるとね、良くないので、こっちも見ながら、この辺かな、この辺かな、みたいなね、を測っていきます、ちょっとずつ。そうすると、大体、あ、この辺が一番広いかなっていうとこが出てくるんですよ。で、そこで、その前後ちょっとこう動かしてみるときに確認するんですけど、そのときに、この自分の手を固定して、ギュッと、こっちにね、キャンバス側に押して固定をして若干こうやって動かしてみます。その時にきつくなるんですよね、この広いと当たり前なんですけど。でこういうとこだとこの手とこれが離れる、キャンバスが離れちゃいます。なのでここで一番手がきつくなるところ、あ、ここだなみたいな、止まっちゃうところ、止まっちゃうところ、ここが一番広いっていう感覚で考えて、さらにこのここで測って、あ、確かにここが一番広そうっていうのを測って、ある程度まあここが大体真ん中かなっていうところで線を引きます。もうこれもね、ほんと大体なんですよ。だから一旦、まあ本当はね、もうちょっと薄く引くんですけど、薄く引いてからこっちを測ります。この時に、例えば、失敗したなって思うときは、ちょっとこれね、今失敗してるんですけど、それをなぜかというと、40センチなので真ん中は20センチになるはずじゃないですか。20センチ、20センチ。なんですが、さっきのよりちょっとずれたところにやっちゃったので、ここ20で、こっち今、20センチもないんですよ。19センチ、19.5 ぐらい。なのに、こっちは、20センチ20.5 ぐらいあるってことは、もうちょっと右だったなみたいなね、そういうのが分かってきます。ただこれもこういう風にずれてるんだったらそうやって直せるんですけど、斜めとかだと別にずれてるとかじゃなくて、あのなんていうのかな、あのただこの位置が、この位置が違うだけっていう感じなので、それはねしっかりと自分で見ながら調整していきます。で、もし、まあ、あんまりね、この失敗そんなにないんですけど、例えばこれずれてましたってなったら、じゃあ先にこっちでどの辺かなっていうのを見とく。この辺、どの辺、この辺かなみたいな。で、それで、こうやって、
って、じゃあ真ん中20センチ、多分この辺みたいな線をつけときます。ここね、ちょんって。で、そしたらこれを元にもう一回こっちで測る。めちゃくちゃ無駄なんですよね。こうやって測る。で、さっきのはちょっとずれてたので、ここで、多分これで大丈夫なんですけど、これでこう測って、こっちも測ると、真ん中にちゃんと来ましたって感じ。で、ただこれ次に横測るのにこうやってやってるとダメなんですよ。こうすると直角にここがならないと良くないので、ここでこの直角の定規を登場させます。でね、これも難しいんですけど、ここの直角を測りたいんだけど、その時にちゃんとこれがどこで真ん中になってるかっていうのを測っとかないといけないです。例えば40センチじゃないので、多分39.9 ぐらいなので、それをちゃんとここで統一させて、真ん中の20ではここっていうのを印をつけておきます。そうするとここ真ん中ね。なので、これでここの線にこの直角の定規を合わせたら、次ここ。これが直角になります。ここね。大体。これもね、本当に1ミリ、2ミリずれるのはね、あるんですよ。ただそれも、こうやって、例えば両方引いたとしますね。そしたら、もし、全体引いてるうちにずれてきたとか、大体こうやって見たときに、あれなんか直角あれ90度じゃないなみたいな、若干ね、分かったりするんですよ。目で見ても。それでおかしいなと思ったら変えていきます。例えば最初に引いた線若干残ってるんですけど、これとこれだったら、本当にね、これがなかったとして、この線とこの線だったら、あ、見えないかな。ちょっとね、90度ではないなっていうのを見てわかると思うんですよ。そうしたら、ちょっと自信がなかったら測ってみるって感じでやってます。なかなかね、アナログすぎて、これ時間かかると思うんですけど、今喋りながらやってるのであれですけど、ちょっと時間かかってますけど、いつもだったら、これで、測って、まあ、書くのに、5分、10分ぐらいかなと思います。それぐらいですね。まあ、普通にこれ測って、線書くのだけでも、普通の、四角いキャンバスでも、結構時間かかるので、まあ、それぐらいはね、しょうがないかなと思ってやってます。で、あとはこういう風に、線をつけて、残りの、線を描いていくっていう感じですね。この線描いていくときも、これはね、ちゃんと自分で何センチにするかっていうのを決めるんですけど、これも今真ん中しかこれ描いてないので、ここがずれるとまたずれちゃうので、そういうときはまたね、例えばこの端っこのあたり、この辺で一番真ん中、ここを、真ん中はずれないのでね、ここだけ合わせて、例えば5センチだったら、ここから5センチ、真ん中から5センチ、真ん中から5センチっていうところ。まあ、この辺、この1個はね、ないから、じゃあこの辺が良かったかなとかね。ここから5センチ、5センチ、5センチみたいな感じで打っておきます。ただこれもあまりにもこうやって差がありすぎると、斜めすぎるとこのセンチ変わってくるので、だいたいここで合わせるとか、それも不安だったら、これで合わせる。この直角でこうやって合わせていく方がいいかなと思います。で、それで、あとはこっちもね、この、こっちもやっとかないといけない。反対側も、5センチ、5センチで書いておくと、あとはこの端っこと端っこを結ぶだけ。で、この端と端を結んだ時に、この中の線、ここをと、ちゃんと自分が測ったところを通るのかを、気にしながらね、やっていきます。これが全部が、全体がずれているんだったら、どっかがずれてるんですよ。どっかが変になっているので、まあこういう風に、ちゃんと確認しながら、書いていく。でもしこれを、本当にもう、1ミリもずらしたくない、ずれたら困るっていう時はですね、最初に言ったようにプリントをして、それを、写していくっていうのでやってください。これはね、やっぱり書いてる時に調整ができるぐらい、これを目安として描く絵
の時にやるといいかなと思います。であとはね、こっち縦も引いていくっていう感じです。はい、皆さんちょっとこれもね、アナログなんだけど、これ描く前にこういうことをしてるんですよね。ただこれをやっておくと絵を描く時にも楽な、ちょっとね、時間短縮できることもあるので、絵を描くのが苦手だなとか、そういう人はちょっとグリッドを描くの試してみてください。はい、ということで、何か質問があればコメント欄に残してもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画で、バイバイ。